松阪市の地域おこしの担い手として活動する地域おこし協力隊の委嘱式が4月3日に行われました。松阪市地域おこし協力隊は、飯南、飯高、浮里、中里地域に一定期間居住し、SNS などで地域の魅力を発信して、その地域への定住、定着を図る取り組みです。令和6年度の地域おこし協力隊には、いなべ市北西町在住の山下達也さんが選ばれました。山下さんは、広告写真のフリーカメラマンとしての実績もあり、写真技術を活用して、松阪市の魅力を発信していきたいと、地域おこし協力隊に応募しました。山下さんは、飯高や飯南地域を写真を見て来たいと思ってもらえるように、自分の力を使って見せたいなと思いますと抱負を話しました。見せたいなと考えております。はい。続いて竹上市長が、国道166号は桜街道と言われるくらい桜が多いし、川も綺麗だし、ぜひこの1枚で人を呼んでもらえるような、そんな仕事をしていただきたいと思いますと話しました。川も綺麗だし、ぜひこの1枚でもって人を呼んでもらうような、そんな仕事をしていただきたい。ハードル高いですよ。山下さんの地域おこし協力隊の任期は3年になります。素晴らしい景色なので、あと産業もあると思うので、それを僕の技術を使って、写真の技術を使って、PR 活動に注力していきたいなと考えています。はい、松阪市の魅力を存分に発信していただきたいですね。